はい、どうも、そらくーです。今日はですね、2021年4月22日、木曜になります。そらくーどんチャットの方を始めていきたいと思いますね。よろしくお願いします。はい、改めましてサラクーです。今日はですね、2021年4月22日、木曜になります。サラクードンチャットの方ね、始めていきたいと思いますね。よろしくお願いします。今日の話題はね、2つあります。で、1つ目の話題なんですけども、DJI のね、話題に、ね、なります。でですね、あの DJI の方ですね、まあ、コンシューマードローンね、次々とね、出してきますよね。まずですね、あの3月にはですね、こちらですね、DJI FPV、 こちらの方ね、出てしてきました。でですね、先週はですね、こちらですね、DJI Air 2S、 こちらのですね、1インチ CMOS センサーを搭載した、ドローンがね、発売されました。本当にです、もうあの1ヶ月で、まあ、ラッシュでね、次から次へとね、ドローンがね、出てきたということなんですけども、ただですね、まあ、こちらの方ね、ドローン出てきたんですが、私の方もですね、実は待ってるドローンっていうのはですね、あの Mavic 2 Pro のですね、まあ、後継機種の方なんですね。あの Mavic 3ってね、言われてるね、ものなんですけども、そちらはですね、全然ね、今のところ、まあ、有力なね、写真とかリーク写真とかね、話題とかっていうのが全然ね、まあ、出てきてない、状況です。ただですね、ちょっと今回ですね、ちょっとですね、気になるね、記事を見つけてきましたので、そちらの方のね、話題にね、触れたいと思います。はい、こちらになります。こちらはですね、ドローン XL というですね、アメリカの、ドローンの、ね、記事に、なります。ですね、ここに書いたのがですね、あの First DJI Mavic 3 Photo Appears and Interesting DJI Parent ということで、こちらですね、ちょっとね、日本語にしますけども、はい、あの DJI Mavic 3の写真、まあ、最初のですね、写真がね、表示されたということがあります。で、あとはですね、興味深いね、 DJI の特許っていうところでね、こちらの、ね、2つをね、触れた、記事になりますということで、まあ久々にっていうかですね、その DJI Mavic 3のなんか写真らしいものがね、出てきたということでね、かなりちょっと気になったんでね、こちらのね、記事をね、取り上げてます。でですね、まあ、こちら、DJI の、ね、Mavic 3の、ね、写真なんですけども、こちらですね、こんな、ね、写真が、ね、出てきたそうです。こちらがですね、記事のね、は2日前に出た、記事になりますね。で、ちょうどですね、一昨日出てきたような記事なんですけど、その時にですね、こういうふうな、ね、写真が出てきたみたいです。なんかどうやらですね、その新しいその DJI のね、機体のボディのね、写真がね、出てきてたそうですね。で、どうやらですね、こちらがですね、まあ、中国の、ね、ソーシャルメディアに、ね、出てきたということみたいなんですけども、まあ、Mavic 3なんじゃないかということをね、こちらの、ね、記事では、ね、言ってます。で、まあ、こちらね、どういうふうなものがなってるかというとですね、まあ、二重の、ね、冷却開口部が、ね、あるような、構造になっているということですね。はい。で、以前ですね、なんかリークされた、ね、Mavic 3の、ね、あの図面というのもあったんですけども、まあ、そちらにね、なんか似たようなね、もので、実際それに合わせたようなね、写真がね、出てきたということですね。あとですね、バッテリーですね。こちらですね、Mavic 2の場合はですね、あの先ほどのですね、DJI Air 2S もそうなんですけども、こちらのですね、ドローン、上からですね、こういうふうにバッテリーをね、装着できるようなね、ものなんですけども、そうじゃなくてですね、DJI Mini 2とかですね、こういうふうに後ろからガチャってやってね、ロードされるような、ね、ものみたいに、見えるそうですね。ということで、上から取り付けるんじゃなくて、まあ、中にこっちガチャって入れるようなね、ものになってるんじゃないかというふうに、このね、写真からね、読み取るみたいですね。はい。あとですね、この写真のね、中央にですね、なんか奇妙なね、穴がね、開いてるということですね。まあ、こちらね、記事によるとね、まあ、どうやらね、防塵じゃないかと、言われています。で、まあ、以前、まあ、本当数年前なんですけども、ファントムの、ファントム4プロの、まあ、後継機種である、ファントム5っていう、機種がね、まあ、で結局ね、出てはいないんですけども、その時にね、結構ね、防塵とかね、防水であるっていうね、噂っていうのが出てきてました。なので、まあ、今回、この Mavic 3がね、出た時には、まあ、防塵じゃないかと、もしかしたらね、防水も入ってくるかもしれないと
ということで、かなりね、推測されているということですね。なので、まあ、こちらをね、写真がね、出てきたことによって、今のところですね、早くて、今年のですね、秋ぐらいに出るんじゃないかってね、噂がね、あるんで、ビッグスリーもね、出てくればいいかなとは思ってます。あとですね、こちらの記事ですね、合わせて特許ですね、のが出てきてます。で、DJI のね、リーカーのね、落ちた LB もね、こちらのね、写真ではないんですけども、これに似たようなね、特許のことをですね、出してきました。こういう、DJI がね、出してきた特許、こういうのがあるよっていうことで出してきました。これを見るとですね、こちらがね、よりね、鮮明なね、その特許のね、図面になるんですけども、後ろのプロペラはね、こういうふうにね、ドローンね、プロペラ上の方に向いてるんですけども、逆にですね、こちらのもう一つの、ね、プロペラの方がですね、逆になってるって感じですね。それはですね、ここの横とかね、要はセンサーをつけるときに、このままだとちょっと邪魔になってしまうっていうのがあってですね、やっぱスカイディオとかそういうのにね、対抗するっていうことで、追跡機能とかそこら辺のこともね、強化するっていうことですね。逆さまにして、プロペラをつけるというようなね、構造でね、出してくるんで、もしかしたら、ビッグスリーもね、こんなようなね、構造になるんじゃないかっていうことを、何かしらちょっと匂わせるようなことをですね、押した LB の方が、ツイートでね、言ってきました。実際ね、こういうふうにね、下側にこうやってプロペラをつけると、ハンドキャッチとかね、結構、ね、厳しくなってるから、多分ハンドキャッチはね、できなくなってしまうんで、実際本当にそうなるのかなっていうのはね、あるとは思うんですけども、DJI としてはね、こういうふうな、特許をね、出してるということで、ある意味ですね、スカイリオ2とか、そういうふうなね、追跡機能、結構な追跡機能ありますんで、そういうふうなね、自立型の飛行ですね、ができるようなものを、Mavic 3ではやってくるんじゃないかということをね、押した LB の方は、期待して示唆しているということになってますね。はい。ということで、今回はこのね、Mavic 3のですね、写真のボディのね、写真がね、公開された急にね、中国の、ね、ソーシャルメディアに出てきたということで、どうなのかなということとですね、あとは押した LB の方はですね、プロペラの、ね、位置が、今度上の前の方はね、下についているというふうなね、そういうふうな、ね、特許のことを、出してきたので、これからですね、ビッグ3の、ね、リーク情報増えてきてね、ぜひね、ビッグ2プロのですね、後継機種としてビッグ3をね、出してもらいたいなって思ってます。はい。ということでね、一つ目の話題はね、DJI のね、話題になりました。ではですね、二つ目のね、話題の方に行きます。はい。二つ目の話題はね、こちらになります。でですね、今回はね、今までは DJI だったんですけども、こちらも同じですね、ドローン XL というね、アメリカのね、先ほどとね、同じところから出てる記事になります。で、今回は、ソニーになります。で、ソニーのですね、エアピークですね。今年ですね、ソニーの方が ドローンの方にね、本格的にね、参入してくるというね、いうふうなニュースがあったんですけども、そちらのですね、ニュースの、ね、続報に、なります。はい。で、ちょっとね、こちらの方もね、日本語にしますけども、はい。ソニーの方がですね、そのエアピークという、ね、新しいドローンをね、今開発してて、で、そちらのですね、風洞テストをね、受けたというね、記事になります。で、やはりですね、今は本当にそのコンシューマーのドローンっていうと、もう、ほとんど DJI 一択、もうほとんどシェア的に、もう9割以上がですね、DJI ドローンだったりするんですけども、なかなかやっぱりですね、国産ドローンっていうのもあるんですけども、どうしてもその業務用のですね、農業ドローンとかですね、あと、その建築物をその測定するような、ね、ドローンというのは、日本でもね、作ってはいるんですけども、なかなかその世界に通用するドローンというのが今、日本ではね、ない状態なんで、ぜひですね、ソニーさんがですね、このエアピークの方ですね、これもね、業務用のね、ドローンではあるんですが、日本のね、ドローン産業もね、発展していけばなと思ってます。でですね、記事の内容なんですが、こちらはですね、13時間前に出たということになりますけども、ソニーのね、エアピークのね、ドローンが、エアピークドローンが風洞テストを受けるということでですね、こちら、JAXA の方で、受け取ります。
宇宙航空研究開発機構ですね、日本の宇宙航空を、ね、研究している機関があるんですけども、そちらの方でですね、ソニーの方のエアピークの方のね、風土試験を行ったということですね。で、まあ、ここでねとてもね、気になるのはですね、ずっと方に引くと、これがですね風土試験なんですけど、見てください、風速、19.42、 秒速 19.42、 もうすごい、結構なね風速なんですけども、それにも全然耐えられるような、ドローンになってみたいです。なのでですね、今本当にドローンっていうとですね、風に弱い、イメージがあるって、実際ですね風に弱いかったりするんですけども、まあ、そういうふうなねかなりの強風でもしっかりとしたその映像をね、撮ることができるということで、まあ、かなりですねソニーのエアピークの方もこういうふうなね風速試験して結構安定してね飛ばせているということで、まあ、国産的なね国産のねドローンとしてねかなりね有力のねドローン、しかもねもうソニーはねこちらのね、ドローンのね DJ のねこちらのドローンのこちらのねカメラのセンサーもね、ソニーが多分乗ってると思われるんですけども、まあ、実際ね、ソニーの方で、まあ、ドローン自体のねここもね本腰を入れてねやってきてるということで、ぜひとも国産ドローンの方もね発展していただければなと思って、まあ、今回このね風速に耐えられるようなね、ドローンねなってきたんだということで、だいぶねちょっとね私の方もその国産ドローンとしてね、期待している部分があります。ということでですね、まあアメリカの記事なんですけども、日本のねドローンに関しても、まあ、取り上げてきたということで、まあアメリカの方でもねやはりこのソニーのエアピークに関してはかなりですね、興味がねあるんじゃないかなと思ってます。はい、ということでですね、まあ、2つ目の話題なんですけども、国産ドローンですね、ソニーのエアピークの、まあ、風土試験で、まあ、もうほぼ風速、秒速20メートルのところね、ものをね、難なくね、安定してね飛ぶっていうね技術を持ってということで、ぜひ日本の方もねドローンも頑張ってほしいというところでね、2つね、DJI と、ソニーのね2つのね今回のね話題をね、上げました。はい、ということでね、今日は以上となります。もしね、この動画がよろしければね、高評価ボタンをね押していただけるとねありがたいです。あとですね、このチャンネルでは、ドローンの空撮とか、あとドローンのノウハウですね、あと、ドローンのねこちらのね今もねやってますけども、こちらのねレビューの方もねやってますんで、もしですね、興味のある方は、チャンネル登録方もよろしくお願いします。それではね、今日のね、サラクうどんチャットはね以上にしたいと思います。以上、サラクでした。さようなら。バイバイ。